優勝戦2号艇の新海航選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。準優勝戦は1コースからコンマ0号のスタート、逃げ手の1着で優出ということになりました。前提0台だったんですけれども、順位を振り返っていかがでしたか。まあ、なんとか逃げれたかなって思います。はい、角から中選手が刺してきて一瞬バックでは並ばれたかなというシーンもありましたが、刺さったかなと思ったんですけど、まあなんとか持ちこたえました。バックに向いてからは新海選手がぐっと伸びていきましたかね。そうですね、少し伸びたように感じました。はい、この5日目は前半レースで接触などもあって、この準優勝戦でボート交換ということになりましたが、足への影響はありましたか。まあ、エンジン自体に影響はないんですけど、ボートが変わったことで少し体感がずれが出たので、はい、明日はそこを調整したいです。はい、今節は2日目から1着を並べておられますけれども、特徴というのはありますか。まあ、特にここがいいというところはないんですけど、まあ、日に日に回転が上がってきて日に日に良くなっていると思います。はい、小島は昨年の6月に続いての連続優出ということになりました。いいイメージになりそうですね。そうですね、まあ、なんとか優出できて良かったです。はい、今年はこれが4回目の優出で、前回入賞は昨年10月の琵琶湖となっております。優勝戦に向けての一言お願いします。はい、優勝戦を思い切っていこうと思います。